じゃあ次に、破産者マップのちょっと裏話というか、遠藤さんなんかブログでいろいろ発信されてるんですけども、はい、まず個人情報保護委員会の方となんか会ったりもしてたんですか？そうですね、あの命令が出たのが、今年の、まあ、3月なんですけども、あの1月頃に会いました、はい、うん、1月、はいはい、今年の、はい、今年の1月の、正月明けですね、はい、会いまして、で言いますのも、僕が運営している会社に対して、はい、あの会社が運営している破産者情報、提供サービスというのを、はい、まあ、それまでやってたんですけども、はい、そこクリスマス頃ですかね、はい、あのちょうど勧告が出まして、はい、停止しなさいと、はい、サイトを停止しなさいと、はい、それで、まあ、あのそれを、まあ、あの争って東京地裁の方に執行停止の、をもあの求める仮処分というのを行ったんですね。委員会に会う前に訴えたんですか？そうです。あ、そうなんですか？そうです、はい、報告徴収、報告、報告徴収命令というのが出ましてですね、はい、報告徴求命令ですか、文書で答えなさいと。それが運営状況とかそういうものですか？サイトをまず停止するのかしないのか答えなさいと、はい、いうのと、あと、はい、あの停止しなければその理由を答えなさいと。あ、はい、はい、どういう答えたんですか？もちろんするわけねえぞっつって言ったんじゃないですか？あの違法な点はないと、うんうん、はい、まあ、正しいですよね。そうそう、違法な点はないと、はい、それであの個人情報保護法の規定に沿った形で、運営しているので、はい、違法な点はありませんということで停止はしませんと。一応ね、個人情報を扱う業者って届け出するんですよね、個人情報委員会に。届け出てたんですよね。そうですね、あのその前の年にですね、はい、あのちょうどサービスを始めるときに、はい、あの今は今年の4月からあの法律は変わりましたけれども、はい、3月まで個人情報保護法の第23条の規定に基づいてオプトアウトの届け出というのをですね行ってたんですね、はいはい、でオプトアウトの届け出を行えば、本人の同意なく、当該個人の、データをですね第三者に提供できるという規定がありまして、うん、はい、で届け出を行うとですね、その業者はですね、まあ、代表者も含めて名前がですねウェブサイト、個人情報保護委員会のウェブサイトに出まして、はい、でそれをもってですね、あの届けてた時点でそのまあ、あの第三者提供ですねを本人の同意なくできると、まあ、いう規定がありまして、はい、それは届け出てました。あ、そう、じゃあなんでそのどういう理由で止めなさいって言われてるんですか？それはですね、あの本人の権利利益を侵害すると。うん、でもそれって民事の話ですよね。本来はそうですね。ならお前関係ねえから失せろって言っとけばよかったんじゃないですか？ただですね、これやり方が、なんていうんですか、文書を出しなさいと、うん。止めるかどうか答えなさいということで、それを繰り返し1ヶ月ごとにあの求めてくるわけです。うん、別に同じの返せばいいだけですよね。うん、そうなんですが、1回でも返さなかったり、向こうがまあ気に入らない答えをすると、結局報告徴収の命令に対して、違反しているということで、告訴をするというふうにまあ言われるわけですね。うん、ですから、その告訴を、まあ、刑事事件に、まあ、あのする気満々なわけで。あ、なるほど、そうなんですね。そうです、そうです。はい、まあでも今のところできないからこそそういうふうなやり方をしてるってわけじゃないですか。そうですね、はい、で、まあ、あの法律に沿ってますと。でしかもサイトはですね、個人情報保護法の、まあ、第76条の規定があるんですけども、いわゆる報道に当たると、要するに官報の破産者情報をその報道しているだけだと、事実を報じているのに、はい、広く多くの人に国民に報じているので、はい、そもそも個人情報保護法の第76条の規定で第三者提供にですね許可はいらないんだと、はい、オプトアウトも必要ないと、はい、まあ、いう回答をしてました。あ、そうなんです。あ、ちょっとね、分かりにくい方に説明すると、例えば、あの、新聞社とかね、普通にあの、実名報道しますよね。うん、あれとかめちゃくちゃ報道されてる。そうですよね。あれ、個人情報の提供なのに、なんで許されるのかっていうと、一応、個人情報方法で、あの、報道目的は OK なんですよ。確かなんか、法律できるときに民主党かなんかの誰かの議員が、質問して、で、わざわざその報道は除外っていうような、除外というかね、その報道機関の定義について明確にしろみたいなような、話があって、それで不特定多数に情報を提供している場合は OK ですね。そうですね、総務省の大臣答弁があって、その規定によれば事実を、ね、あの事実として報じること、これは報道に当たると、うんうん、だから変な話なんだけども、こっそり誰かに情報を提供するのは規制対象になるけども、こう堂々と公開している場合は対象にならないっていうなるほど。だから俺の名前をバンバン宣伝新聞に載せて、それを許されるのに破産者マップは許されないっていうのは矛盾ですよね。だからね、僕は
なんでそういう規定がね、個人情報保護に入ってるのかっていうのちょっとわかる気がするんですよ。その、堂々と提供してるんだから、提供されてる認定わかるんだから、別に委員会が出なくても各自民事でやればいいだろうみたいな話になると思うんですよね。ただ、こっそり提供してたらわからないじゃないですか、本人が。まあ、そもそもその星野さんについてはその官報にまず載ってないわけですよね、はい、国民が知るべき情報ではないわけですよね、はい、だから事実を報じるっていう点では意味がありますけど、星野さんの名前とかですね、例えば経歴を報じる意味っていうのは実はなくて、ただ一方で官報というのはその掲載されている情報というのは国民が知るべき情報ですから、それは別に拡散しても報じてもいいんじゃないかなっていうのが僕は考えてますね、はい、なんか国立印刷局から官報の販売を拒否されたというようなことを書かれてたんですよ。そうですね。まあ、官報というのはですね、国立印刷局で買うんですね、紙の場合は。で、一方で、その官報情報提供サービスというですね、インターネットを通じて官報を見えるサービスというのを国立印刷局してましてですね、はい、この両方とも僕は、お金を払ってもですね、拒否されます。要するに申し込みした時点で拒否されます。いや、僕、なんとなくね、破産者マップって、インターネット版の官報からデータ取ってるのかなと思ったんですけども、紙の方も止められたんですか？そうです。紙も止められてます。あのサイトって、そういう紙を買ってきて、自分でそれを見て、打ち込んでデータにしてるってことですか？そうですね。結構大変そうだと思うんですけど、どれぐらいかかりましたか？OCR じゃないですか。まあまあ、普通、いわゆる、いわゆるいろんな技術だとか、まあそれはまあ、いわゆる、外注する形になりますけども。どれぐらいの、時間と費用かかったか聞いてもいいですか？もう1000万以上かかってると思います。そう、それでこんなことやってるってちょっと違いなんじゃないですか。裁判もね、今4件国とやってますから、うんうん、そこの部分も、まあわずかですけども、まあお金がかかってるわけで、うんうん、まあでもとことんやってですね、まあ僕の興味関心っていうのは、はい、官報というのが、官報とか国民の知るべき情報を、それを広めることがですね、違法になるかどうかっていう点について、とことん追求しようかなと思ってますね。違法かどうかは置いといて、俺は違法じゃないと思うけど、まあ、恨まれたらしょうがないですよね。あ、まあ、恨まれるっていうことはね、あるかもしれませんけれども。漢方買えないっていうのはよくわからないですけど、漢方販売所ってありますよね。僕は販売所で買ったことはないけど、はい、販売所で買おうとしてもなんか拒否されるんですか？はい、遠藤だからっていう意味で拒否されますね。あれって名前書かされるんですか？漢方から。いや、もう顔見ただけで拒否されます、ね。何それ、顔写真が出回ってるの？顔写真が出回ってるの？それ。全国の、まあ、ブラックリストがこうやって載ってるかもしれないです。多分俺も指令書入れないですもん。で、インターネット、官報情報提供サービスにおいては、はい、あれ、各地、まあ、都道府県で、まあ、原則1個の販売所があるんですけど、そこで申し込み書を送るんですね。あ、そうなんですね。それで、その申し込み書が国立印刷局の方に、まあ、送って、それで、まあ、ID の発行は国立印刷局が行うわけです。あ、そんなアナログなやり方してるんですね。で、そのために、申し込みをしたとしても、あなたはね、お申し込みいただけません。ご利用いただけませんというのが来ます。すごいですね。官報変えないって。で、なんで買えないのかと聞くわけですよ。そしたら、個人情報保護委員会からの情報提供があったため、買えないと。ちょっとそこまでする必要あるのかって思うんですよね。まあ、官報というのは、そもそもその国民に対してですね、広告してるわけですから、知らせてるわけですから、はい、単に公開されているとは意味合いが違うわけですね。つまり、官報の広告をもって法律であるとか、まあ、条約が発行しますから、はい、その官報をですね、国民が買えないというのは、これは重大な僕は権利侵害だと思ってて、人権問題だと思ってるわけです。というか別に他人に買ってもらうのは別に違法じゃないし、うん、図書館とかにもあるし、だって図書館の端末で官報検索サービスとかあるでしょ。ありますね。だから別に官報売るのを拒否したって、まあ、何らかの形で手に入れる方法ってあるじゃないですか。そう、嫌がらせですね。そうですね。もう実際私も毎日ですね、官報はもう取得していて、あ、そうなんですね。あ、そうなんですね。やっぱり。ええ、取得していますが、ただそれをどこからどうやって取得しているのかを明らかにすると、おそらく、まあ、止められる可能性が高いと。あとでこっそり教えてください。ツイッターで流す。そのうちなんか暴力団みたいな扱いになるのかな。官報偽名で買ったらなんかこう、まあ、詐欺みたいな。あともう一つ破産者マップなんですけども、新破産者マップっていうのがね、なんか話題になってるんですよ。自分もなんか刑務所で見ました。なんかビットコインで個人情報を消すためになんかお金をよこせっつって、極悪非道なサービスだと思うんですけど、遠藤さん、自分が事務やってるんならね、今白状した方がいいですよ。ちゃんと、遠藤さんじゃないですか？
いや、エビノさんだと思ってたんですけど。いや、そうでしょ。苦情は、いっぱい、毎日のように行きますね。何やってんだろうみたいな。いや、違っていてですね。はい、では、誰がやってんのかよくわからないわけですね。ね、わかればね、ちょっと注意ね、してあげたいんですけどね。お金を取るのは良くないぞ。無料で全部やれ。アップロードは両方だけど、金を取るのは良くないっつって。いや、実はこっそり繋がってて、マージンもらってるとか、そういうこともない。10% もらってるかもしれないです。なんか入ってるんじゃないですか。ただ、なんですか。はい、まあ、その、新破産者マップの仕組みなんかは、例えばドメインの取り方にしても、例えば過去の、例えばその、破産者マップや、あとモンスターマップ、それから破産者情報提供サービスの、例えば、ある一定のその仕組みとかを、まあ、勉強している人間がやってるのは間違いないと。じゃあ、やり方を真似してるんですかね、あれ。真似していて、かつ、それを、まあ、こう、改良してるっていうんですかね。なんかね、パワーアップしてる気がするんですよ、これ、見てみると。最初の破産者マップは結構なんか簡素な作りだったというか、うん、でその2代目のなんかモンスターマップはただテキストだけやったのが、今はなんかもうちょっとスタイリッシュになって、スタイリッシュになってますね、確かに。でなんかビットコインもね、ちゃんと決済サービスも入れて、なんかより凶悪になってるように思うんですよね。あ、あれってど、目的は何なんですかね。やっぱりお金が欲しくてやってんのか、遠藤さんみたいにオンラインで雇用するのを助長というか、するサービスなのか、どっちなんですかね。あれは、まあ、ビットコインの、まあ、金額だとか、まあ、形からして、どちらかというと、まあ、お金というか、ビットコインが欲しいというような目的のように感じますけども、実質、まあ、あれでお金を払う人が、多分、まあ、いないだろうと思いますので、まあ、あれは実質、まあ、なんですか、まあ、お金を取っている体で、みんな、まあ、メディアも批判してますけども、国の、いわゆる、破産者の情報の、まあ、広告情報、方法を通知広めているという形になると思いますね。うん、じゃああんまり否定的じゃないんですね。おいパクんなよ、お前ふざけんなよ。俺の作ったサービスパクんなよ無断でっていうわけじゃないですか。ただ皆さんね、あれ払っちゃダメですからね。あれ払っても無駄なんだと思うんですよね。どうせ次のやつ出てきますもんね。うん、次のやつ、まあ、出ますし、ま、それ今日もそうですけど、朝8時半になったらですね、破産者情報というのはですね、毎日、まあ、出るわけですね。はい、で過去70年 の、 その破産者情報もですね、全部、まあ、無料で見れるわけです。ですから払っても意味がないし消えないし、消すだけ、今度は逆にターゲットにされる可能性があるので、あ、なんか詐欺師、またなんか騙されるやつ、何度でも騙されるやつ、そうです、そうです。なんかね、ちょっと政治的な意図があるのかなっていう気もするんですよ、サイト。なんか意趣返しというかね。まあでも遠藤さん、そういうふうに払っちゃダメとか、なんか綺麗事言うけど、うん、実は自分のサイト見ろって言ってるようなもんですよ。もうこんなにそうじゃねえぞ。いや、もう俺が元祖だから俺のサイト見ろって言うのも、でも破産者情報提供サービスは今停止してるわけですよね。停止してますね。じゃあマジに起こすただ今、まあ、東京地裁で国と、まあ、裁判を行ってますけれども、はい、そこの、まあ、やり取りの中で実はその面白いことを国が言っているんですね。はい、で、それはですね、国が最初そのインターネットを通じて破産者の住所や氏名、名前ですね、住所、名前を広めるってことについて個人 の、 権利利益の侵害だと、重大な侵害であると主張してたんですけども、いや、インターネットで広めているのは、国立印刷局も同じではないかと。はいはい、しかも、まあ、我々やってる、破産者情報通知サービスについては、過去15年しか提供してない、情報を提供してないと。はい、ところが、国立印刷局は70年も提供してるじゃないかと。はい、いうようなことをですね、書いて、それに比べるとね、大したことないし、もし権利侵害がね、起こっているとするならば、お前がだぞってことですもんね。先に、国立印刷局の方の、そのサービスの方で権利侵害が起こっているんだから、はい、我々が起こしたものではないと。まあ、要は本で公開されてて、侵害されてんのに、インターネットでやったら侵害だってなんて取るかって話じゃないですか。そう、なんか、僕ね、ちょっと、単純にね、おかしいと思うのが、2018年に著作権法改正されて、いわゆるその Google Books みたいなのが合法化されたんですよね。紙の本でも検索可能にしていいよっていうことになってるから、官報を検索できるようにしても別に合法なんじゃないのっていう。いや、私はむしろ、はい、破産者マップもそうですし、はい、今、有料でですね、月どれぐらいですか、2000数百円ですね、はい、で提供している官報情報検索サービスかな、はい、については、それはですね、無料で国が僕公開すべきだと思ってます。は
はい、だからあれは、全部ですね、もう国がやるべき仕事で、なぜその民間の会社とかですね、がやんなきゃいけないのかなという、あの気持ちを持ってます、はい。では皆さん、今日はお聞きくださいましてありがとうございました。改めて紹介しますと、反射マップの星野瑠美さん。星野瑠美です。星野瑠美じゃなくて、管理人です。違います、違います。ごめんなさい。あ、漫画村ですね。そして、反射マップの遠藤有人さん。そして住所でポンの、あの鳥取ループこと宮部達彦がお送りいたしました。多分ね、この3人揃うっていうことはね、多分今後ないと思いますね。これも多分世界最強だと思うんで、最悪です。最悪、多分ね、あのこの動画、あのお蔵入りした個人情報委員会とかね、あの文化庁とかね、総務省、多分法務省もそうだね、あの霞が関の各省庁の人は、勘弁してくれよって言って、こいつら消えてくれないかなみたいな感じで、ブロッキングされちゃうから。見てると思うんだけども、あの、な、うん、めんなよって。でもこれはね、あの、人権啓発チャンネルなんで、神奈川県人権啓発センターなんで、僕はあの、公式ですもんね。僕はね、もう責任持ってあの、構成させますので、あの、法務省の方々、あの、ぜひね、この動画に関しては削除要請しないでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、最後に一言いいですか？はい。うん。ツイッターの、俺やってるんで、フォローしろよ。はい。あと、ハッカー見に買ってくださいね。そう、いや、これは買わなくて大丈夫です。読んでください、オンラインで。あとは、あの、遠藤さんから。なんか一言。はい、破産者情報提供サービスですね。現在、運営しておりますが、命令により止まってます。いずれ命令が取り消されたら、再開したいと思ってます。ということですので、まあ、今後でどうなるかわからないんですけども、この動画のいいね。あとチャンネル登録、あとあの SNS で拡散、ぜひよろしくお願いいたします。ということで神奈川県人権啓発センターでした。